さあ、始まりました。ぼちっちゃんです。さあ、今回はですね、はい、一ノ瀬先生においでいただきまして、お久しぶりです。はい、ちょっと英検準一級神経式対策聞いていきたいんですけど、はい、まあ、もうね、 SCBT 受けたということで。そうなんですよ。どんな感じで解いていけばいいのか知りたい人いっぱいいるんで、はい、おっしゃってください。わかりました。まあ、みんなやっぱり聞きたいのは要約問題だと思うんですけど、まあ、うす、こうやって SCBT でも要約とリーディング同じ時間内で行われますよね。はい、どんな時間配分でやるべきとかあるんですか。あ、ちなみに SCBT だと順番選べるんですか。ライティングとリーディングどっちから選ぶ、はい、やるとかっていうのも、はい、あ、好きな方からやれる。そうですね。なるほど、はい、じゃあどんな感じだったかちょっと教えてください。そうですね、まあ、まずその要約問題の、まあ、構成としては文章を読みます。はい、で、まあ、大体200ワードで、まあ、3段落構成ですね。大体なんですけど、その1段落目には主題があって、で2段落目は、まあ、何らかの、まあ、プラスのっていうか、そのまあ賛成派とか、まあ、いいことが書いてあって、で3段落目にはその反対側ですね、まあ、マイナス面とか、ネガティブなことが書いてある。でそれをまあ大体60から70ワードですかねにまとめないといけません。なので、まあ3分の1にしないといけないわけですね。で、まあ、おそらく、まあ、文の数としては4分ぐらいになるかなと思います。はい、で、かける時間なんですけど、まだね、ちょっと情報が少ないんで、まあ、こう確信持って言えないんですけど、多分、まあ、20分ぐらいかけるのがいいのかなっていう気がしますね。まあ、私が実際 SCBT で受けた時は多分10分から12分ぐらいで一応出来上がったんですけど、ちょっとまだ納得いかなかった点があったので、ただ、まあ、もうちょっとこう、まあ、時間をかけた結果、まあ、自分は15分ぐらいでできたかなっていう感じなので、普通の受験者って言いますか、まあ、ほとんどの人は多分20分ぐらいかけた方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、だって英検1級満点ですから、 IELTS も TOEFL もですから。はい、なるほど、そういう感じでやってたわけです。コツとかどうです、あります。そうですね、一応、まあ、この3つのことを意識しとけばとりあえずいいかなっていうのがあって、まあ、まずは論理構成を確認するということですよね。まあ、例えば2級とかだったら結構分かりやすいんですよ。はい、そうですね。まあ、さっきお話したように、もう各パラグラフ何が書いてあるかっていうことになってる。で、逆に1級ってなると難しいんですよ。はいはい、何を結局言いたいのかなって見つかりづらい。で、準1級はその間ぐらいの難易度なので、実はちょっと中途半端なところがあるかな。なるほど。あれ、これって結局トピックセンテンスなのかなっていうのを、自分だからこれトピックセンテンスかなと思ったのが実は違ったとか、ケースがあったんですよ。はいはい、この一文じゃこのパラグラフの中に入ってる、なんか自分の場合3つあったんですけど、ポイントがこれまとまんないぞってなったんですよね。なんか結構混乱したんですよ。それ一段落の中にポイントが3つ3つありました、ね、はいはいはい、そうで、まあ、最後の段落は確か2つあったんですけど、だからまあその数も決まってないし、まあ、どこが重要なのかっていうのは結構分かりづらいんで、まあ、そういう時にはやっぱディスコースマーカーですかね、はいはい、このいわゆる論理マーカーって言うんですけど、この前の文と後の文がどういうふうにつながってるかっていうのを示してくれる言葉のことです。なので、まあ、分かりやすいのが however ですね。ですね。なので however ってきたら、これは逆説を意味してるんで、まあ、この後の文章は前の文章の反対のことを言いますよとか、まあ、ちょっと意外なことを言いますよっていう、まあ、そういう合図になるわけですけど、まあ、例えば例文としては、じゃあ electric cars used to be expensive で however now they are more affordable で文章があった場合、前の情報と後の情報どっちの方が大事かというと、ほとんどの場合は後の情報なんですよね。まあ、確かに昔はこうだったけど、でも今はこうなんだよねっていうのを筆者は主張したいんで、だからそっちの方が重要ってなることは、これは絶対残さないといけないんですよ。だから前の情報を残してしまったら要約としては良くないってわけです。それが別に伝えたかったわけじゃないか。なんかこういうふうに、まあ、一応ディスコースマーカーって他にも逆説以外に、まあ、例示とかですね、はい、For example とか、あとまあ追加とか Additionally とか、そういうのがあるんで、それがヒントになるんですよ、どこが重要なのか。なので、まずこれを意識すること。なるほど、はい、それが一つで、それができたら、まあ、どの情報を残さないといけないのかっていうのが分かるんで、次にやるのが抽象化あるいは一般化ですね。まあ、簡単に言うと、その具体的な情報をこう削っていくので、まあ、一番分かりやすいのがその固有名詞とか、あと数字、まあ、それはほとんど入れなくていいということになります。でその後に、例えばそうですね、抽象化するとしたら、アマゾンで木をたくさん切り落としましたみたいな、そういう内容が書いてあったら、それは森林伐採っていう概念で表せるわけですね。でさらに言うと、その抽象度って結構度合いがあって、もう一個上いくと環境破壊とか言えるんですよ。環境破壊には森林伐採以外にも大気汚染とか、まあ、いろいろ含まれてる。でさらにもっといけるんですよね。例えばなんか問題とか問題が起きます。でかいでかい。そうそうそう、そうだから抽象度って結構度合いがあるので、じゃあどこら辺がちょうどいいのかというと、これは制限語数によるんですよ。はいはいはい。なのであまりにも抽象度が高すぎると、何かが起きましたみたいになって、結局何なのか分かんなくなっちゃう。
でも具体的すぎると削れないんで要約にはならない、うん、だからまあちょうどいいバランスを見つける必要があるっていうことになります、うんうんうん、なるほど、はい、そういうふうに抽象化するということですね、はい、それが2つ目、うん、で3つ目が言い換えるですよね。そうですね、はい、結局、まあ、自分が使いたいワードがすでにもうその文章の中にあったり、まあ、同じワードを何回もこう使ったりすることあると思うんで、まあ、その時はなるべく変えた方がいいです、うんうん、で、まあ、変え方としては、まあ、一番簡単なのが同意語を使うことですよね、はい、なので very important って書いてあったら essential にしてみたい、うんうん、あとはまあ構文をちょっと変える、はい、そうですね、例えばもともと受動態で書いてあったならば能動態にしてみる、うん、例えば、ね、the cure was discovered by scientists、 これ受動態ですね、うん、を scientists discovered the cure みたいな、うんうんうん、すると能動態になります、うん、あとはまあ品種を変えることですね、はい、そうですね、例えばまあ簡単な例で言うと、まあ、He is an English teacher だったら teacher は名詞だからこれをちょっと動詞にすると teach になるんで、うん、まあ、He teaches English とか、はい、まあ、簡単な例ですけど、うんうん、まあ、こういうふうに言い換えることができるかなと、ね、だからストラクチャーを変えるっていうのは結構知らない人やっぱり多いんで、みんな単語単語を置き換えるっていうことばっかり考えるんですけど、はい、そう、実はストラクチャー変えることって新たな単語そんなに思い浮かべなくていいんで、うん、楽になるってことが多いですね、はい、以上が気をつけるべき3つのポイントです、うん、なるほど、そうですね、だからまずポイント絶対ね見逃しちゃいけないんで、そこ内容点なんで、だからそのポイントがね一段落に3つあったとか結構厄介ですね、それはね、はい、でそれを言い換えないとその語彙文法点ですね、はいはい、そこ来ないし、であとはそのポイント同士をつなぐってやつですよね、うん、ポイント同士を代名詞使ってつないだりとか、はい、よく言われるのは this を使ってちゃんと同じこと2回言わないで this で受けるとか、はい、そしてあとは まさにこのいい点と悪い点書いてるんだったらいい点述べた後に however って言って、はい、この悪い点の方に行くとかってですね、うん、このつなぎの言葉ですね、はい、これがやっぱ構成点は そこが入るとこなんで、うん、この辺のことをやっぱり意識してない人が多いんで、はい、まあ、ようやく問題はこれをやれっていう感じだと思いますね、うん、はい、で実際受けてみて難しいなと思いました。そうですね、まあ、先ほど話したようにちょっと結局何が一番重要なのかなっていうのが分からなかったので、うんうんうん、まあ、あの公開されてるサンプルよりかはちょっとややこしかったなっていう印象はあります。なるほど、そういう感じだったわけですね、はい、じゃあエッセイはどれぐらいの時間かければいいですか。したらエッセイはまあでもそれも20分ぐらいじゃないですかね、うん、なるほど、最大25分ぐらいですかね、そうと40-45 でリーディングが45分かけられる90分でしたっけ、11はそうですね、11は90分ですから、でそっちに45分50分とかそれぐらいで、うん、そうですね、はい、まあでも自分の場合はあんまり参考にならないかもしれません、ね、早いですからね、めちゃめちゃリーディングは、はい、あんまり時間かけないんで、まあそうなんです、あのまあ問題のねレベルからするとリーディングだけが非常に簡単になっちゃうので、どうしてもスバババババって早く解ける人はね終わってしまうんで、だから大学受験ので勉強してる人とかはそっちで確実に取って早く解いてっていう感じだと思いますね、うん、もう全然だって準一級のリーディングなんてそんな、まあ、単語の問題はマーチとかより難しいですけど、うん、読む方は簡単ですからね、そういう感じで解いてもらえればと思いますけど、だからリスニングのコツあります。ちなみにリスニングのパート2がやっぱり一番苦手って人が多いんですけど、あ、そうですね、私も苦手です、あのレクチャーがあってで、はい、質問が2つなんですよね、うん、だからそれが結構厄介なんですけど、そうですね、だから、うん、まあ、1問目の答えまだ出てないなと思ったらもう2問目も答え出ちゃったみたいな、はいはいはい、そういうケース自分もあるんで、うん、だからまあそこら辺は何ですかね、その時間の感覚を養っておくべきですかね、うんうん、なるほど、あ、今もう20秒ぐらい経ったからそろそろ2つ目のやつが始まるのかなっていう、はい、そういう感覚は大事かなと思います。なるほど、まあ、多くの場合はそのいわゆる、まあ、それこそのディスコースマーカー使ってくれて、うんうんうん、However とか On the other hand って言ったら、あ、ちょっと話が変わるな、はいはい、2つ目の問題の答えが出るなっていう、まあ、そういう合図にもなるんですけど、そうですね、自分も結構苦手っていうか、まあ、1級のリスニングに比べても、うん、難しいなって思うことがあるんですけど、まあ、最近はもしかしたら1級に比べてそれほど難しくなくなってますけど、うんうん、それでもやっぱ自分の場合自信がない、この答えってこれでいいのかなっていうのがもうほぼ必ずありますね。おお、へえ、うん、なるほど、なので、まあ、苦手意識持っててもそんなに問題じゃないっていうか、もともと難しいんで、なるほど、うん、なのでまあそこを得点源にするっていうよりかは、まあ、パート1とパート3をしっかり取るっていうのが大事なんじゃないかなって思います、ね、うん、なるほど、これは良かったんじゃないですか。ということで英検19級を受けた一ノ瀬先生に、はい、対策方法を聞きました。ぜひこれを参考にしてもらえればと思います。一ノ瀬先生のチャンネルも貼ってありますので、ぜひそちらも見に行ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。